毎年多くの感動を生むドラフト会議。意中の球団に指名され喜びをあらわにする選手や、指名拒否した球団から強行指名され暗い顔を見せる選手など、さまざまなドラマを生んできました。中でもドラフト1位は毎年12人しか与えられない名誉です。アマチュア時代から注目を浴びた大型スラッガーや超高校級投手はマスコミから大きく取り上げられ、意気揚々とプロの世界に飛び込みます。しかし期待通りに活躍をする選手や、2年目以降にブレイクする選手がいる一方で、プロの高い壁に阻まれいつの間にか姿を消してしまう選手がいることも事実です。ドラフト時点で最高評価を受けていても、入団後に目立った成績が残せなければ戦力外となるのは他の選手と変わりません。むしろ大きなプレッシャーを背負う分、ドラフト1位で入団した選手の方がダメージは大きいのかもしれません。過去には甲子園で躍動した世代ナンバーワン投手や〇〇2世と称された選手も、わずか数年で戦力外通告を受けました。なぜ将来を嘱望されたドラフト1位の選手たちは活躍することができなかったのでしょうか。そこにはさまざまな人間模様が隠されていました。今回はドラフト1位で指名されたにもかかわらず、出場機会に恵まれず戦力外になった選手を9名ご紹介します。辻内隆信、2005年に大阪桐蔭高校からドラフト1位で巨人に入団した辻内隆信。3年夏の甲子園大会で当時最多タイ記録となる1試合19奪三振をマーク。マックス156キロを計測した快速サウスポーに注目が集まりましたが、1軍登板ゼロのまま2013年に現役を引退しました。世代ナンバーワン投手と呼ばれた辻内を苦しめたのは肩や肘の故障です。プロ1年目オフのウインターリーグでの活躍が評価され、2年目の活躍が期待されましたが、キャンプ序盤に離脱。精密検査の結果、左肘内側側副靭帯の断裂が判明し、トミー・ジョン手術を受けることになりました。リハビリを経てお金をもらっている以上野球をしなくてはいけないという責任感から鎮痛剤を打ちながら投球を続けましたが、150キロを超えるストレートは鳴りを潜め120キロ台にまで球速が落ち込みました。辻内はこれはもうプロ野球選手ちゃうなと悟り、球団から2013年オフに戦力外通告を受けて現役を引退。この時の心境を振り返り、やっとこの苦しさから解放される、ほっとしましたと吐露しています。引退後は日本女子プロ野球のコーチを務めるなど野球界の発展に貢献。もう一回人生をやり直すことができるのであれば違う人生を歩みたいという気持ちがありますと、故障で野球人生を終えたことに後悔はしていないとコメントしています。足立友次郎、1992年に神戸村野工業高校からドラフト1位で阪神タイガースに入団した足立友次郎。強豪校ではなかった神戸村野工業を2期連続甲子園出場に導いた150キロに迫るストレートを武器に活躍が期待されましたが、7年間の現役生活で一度も一軍登板を果たすことはできませんでした。結果を残せなかった理由について、最初のコーチとの出会いが全てを狂わせたと話しています。1年目には2軍で規定投球回に到達し4勝を挙げるなど上々のスタートを切りました。しかし投手コーチの指導により球速という最大にして唯一の武器を失ってしまいます。コーチの制球力を重視する指導に対して横手投げなどフォーム改造を繰り返すうちに持ち味であった球速が失われ、その後も戻ることはありませんでした。投手に見切りをつけ1998年に外野手に転向しましたが、翌1999年に監督の野村克也に勧められ投手に再転向。それでも結果を残すことができず、オフに戦力外通告を受けました。近鉄バファローズへの移籍を打診されたものの、ファンに戻って阪神タイガースを応援するとの言葉を残して現役を引退。入団時はドラフトの目玉だった松井秀喜の外れ1位として注目を浴びた足立ですが、2016年1月7日に肝不全で逝去。41歳の若さでこの世を去ることになりました。甲斐拓也。2008年に東海第三高校からドラフト1位でオリックス・バファローズに入団した甲斐拓也。マックス151キロのストレートを武器に活躍が期待されましたが、 NPB では一度も一軍登板を果たせないまま退団しました。中学時代にはジャイアンツカップで最速142キロをマークし、チームを全国制覇に導き、高校3年生の時には沖縄尚学の東浜直と並んで超高校級投手として取り上げられ、大きな期待を背負ってプロの世界に飛び込みました。しかし1年目から右手指や右肘の故障に苦しみ、2軍でも満足に投球ができず、4年目の2011年オフには育成選手契約を告げられます。背水の陣で迎えた2012年も2軍で1試合の登板に終わると、オフに戦力外通告。当時のオリックスは高校生を中心にドラフト指名していましたが、信枝大輔や丹羽正也など1軍未出場のまま引退する選手が相次いでいました。スポーツライターの古関淳二は、甲斐は投球フォームに悪い癖がなく、プロで挫折するタイプには見えなかった。それが1軍に1試合も登板できずに退団するとは、と指導力を疑問視する声も上げられています。2013年からは独立リーグに在籍しましたが、2015年限りで現役を引退。同姓同名の福岡ソフトバンクホークス甲斐拓也とは大きな差が生まれてしまいました。松本龍也。2011年に英明高校からドラフト1位で巨人に入団した松本龍也。最速146キロのストレートと多彩な変化球を武器に英明のランディ・ジョンソンの異名を取りましたが、自らの不祥事により一軍登板することなくプロ野球界から去っていきました。2年目の2013年に肋骨の疲労骨折が判明。一時は打撃投手をこなすまでに回復したものの、骨折箇所でできた骨組織が神経を圧迫したことで痛みが再発。自慢のストレートは130キロ台にまで落ち込み、一軍に呼ばれることはありませんでした。野球とは裏腹にプライベートでは素行の悪さが目立ち、入団時から女性との関係をブログで公開し、球団が削除するなどトラブルメーカーだった松本。そんな松本は2015年に同僚の福田聡や笠原翔輝と共に野球賭博に関与し、裏カジノに出入りしていたことが判明。巨人は松本ら3選手の契約を解除し、 NPB からは無期限失格処分の裁定を下され、処分が解除されるまで NPB および提携プロリーグでは一切の活動ができなくなりました。チーム、ファン、家族、連れのために頑張ると意気込んでいましたが、周囲の期待を大きく裏切り、プロ野球の世界から去っていきました。栗田聡。1986年に社会人、三菱重工神戸からドラフト1位で広島東洋カープに入団した栗田聡。故障に苦しみ一軍登板を果たすことはできませんでしたが、その経験がセカンドキャリアを支えることになりました。三菱重工神戸では 4,5 番手の投手だったという栗田ですが、スカウトの神様と呼ばれた木庭聡がかけてみたい子がいると強行指名、第2の大野豊として期待され、キャンプ地に訪問した大勢の野球評論家から手取り足取りの個別指導が行われました。真面目に耳を傾けるたびにフォームが変わったことで肩、肘、首などの故障が続き、送球イップスに陥ります。満足に投球できなかった栗田はプロ4年目の1990年に広島を自由契約になり、近鉄にテスト入団したものの翌1991年に現役引退。故障に苦しんだ経験から選手を支える側に回ろうと理学療法士を目指しました。1998年に元プロ野球選手として初となる理学療法士の国家資格免許を取得。近鉄やヤクルトでメディカル部門の要職に就き、ヤクルトの守護神だったイム・チャンヨンのメジャー移籍に伴いアメリカでもサポート役をこなしました。選手として輝くことはできませんでしたが、今も幅広い分野でアスリートを支え続けています。荒川裕太、2005年に日本大学高校からドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した荒川裕太。ポスト城島健司として将来を嘱望された捕手ですが、1軍での出番はありませんでした。遠投 110m、 高校通算26本塁打の強打の捕手として入団し、2年目の秋季キャンプでは当時の王貞治監督が直々に打撃指導を行うなど期待が寄せられます。しかし山崎勝樹や田上秀則らが城島の穴を埋めたことで荒川に出番は回ってきませんでした。入団5年目の2010年には一軍の捕手陣に負傷者が続出し、一軍昇格のチャンスが訪れましたが、二軍戦でクロスプレーの際に足首を捻挫。目前にあった一軍昇格は泡と消え、オフに戦力外通告を受けました。12球団合同トライアウトでのリード面が評価され、埼玉西武ライオンズに入団しましたが、移籍後も一軍に昇格することなく2012年に現役を引退。荒川はその時の心境について、 1,2 年で結果を出せなければ現役を続けることは難しいだろうなという気持ちは持っていました。現役へのこだわりはなかったですねとコメント。現在は西武のブルペン捕手としてチームを支えています。北方雄丈、2011年に唐津商業高校からドラフト1位で横浜 DeNA ベイスターズに入団した北方雄丈。マックス153キロのストレートと高校3年夏に全1180球を投げたスタミナが評価された逸材ですが、 NPB の1軍マウンドを踏むことはありませんでした。北方を苦しめたのはイップスです。プロ2年目の秋季キャンプではクローザー候補に指名され、ウィンターリーグでは158キロを計測。しかし3年目のキャンプに制球難を克服するためにフォーム改造したことでイップスが深刻化し、ストレートの球速は110キロまで低下。北方は高校の時みたいにがむしゃらに投げることができなくなっていたと話し、2014年オフに球団から戦力外通告を受けます。イップスの専門家の下で改善に取り組み、トライアウトを経てソフトバンクに育成選手として入団しましたが、1年で戦力外通告を受けました。もうやめようかなと思ったそうですが、周囲のサポートもあり日本の独立リーグ挑戦を決意。首脳陣がマウンドに送り続けたことでいつしかイップスの恐怖を克服していました。栃木ゴールデンブレーブスに所属した2019年には自己最速の161キロを記録し、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約。活躍が期待されましたが、新型ウイルスの影響もあり日本に帰国。2022年からは福岡北九州フェニックスに選手兼任コーチとして入団しています。野球の酸いも甘いも知る経験は指導者として生きるのではないでしょうか。吉住晴斗、2017年に鶴岡東高校からドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した吉住晴斗。マックス151キロのストレートと多彩な変化球を武器に次世代のエースとして期待されましたが、期待に応えることはできませんでした。そんな吉住はある選手の一言で引退を本意しています。プロ1年目から3軍でチーム最多登板を果たした吉住ですが、入団3年間で一度も1軍登板を果たすことなく戦力外通告を受けました。今は野球に対する気持ちが切れかかっている部分もあると引退も視野に入れましたが、全く面識のないダルビッシュ有から SNS を通じてもったいないと言われて引退を本意。ダルビッシュと親交のあったチームメイトの石川柊太が間を取り持ったそうです。吉住は自分の気持ちが一番大きく変わったと話し、育成選手として再契約。ダルビッシュはこの短期間での切り替えやすぐに前を向けるところにさらにセンスを感じましたとエールを送りました。しかし育成選手となった2021年は2軍で3試合のみの登板に終わると、2年続けての戦力外通告を受けます。もう野球からは離れることになると思う。自分がプレイヤーとしてやることはないと思っていますと現役引退を発表しました。引退後はソフトバンクの球団職員として小学生の指導や野球の普及活動に勤しんでいます。川上竜平、2011年に佼成学院高校からドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団した川上竜平。高校通算27本塁打の打力と将来性を買われて池山隆弘2世として期待されたものの、わずか5年で現役を引退しました。高校時代は外野手で身体能力の高さから投手も務めましたが、どこでもできる選手になりたいとプロではショートに挑戦。ドラフト1位ということもあり2軍では積極的に起用されましたが、5年間で2軍の通算打率が2割5厘とプロの投手に対応することができませんでした。2015年にはシーズン途中までヒットが打てず、ネット上ではのび太に並ぶ夢の打率0割1分と嘲笑われてしまいます。結局1軍公式戦への出場機会がないまま2016年オフに戦力外通告。川上を筆頭に2011年のヤクルトのドラフト指名選手はわずか8年で全員が戦力外通告を受けたため、ドラフト失敗の典型例として取り上げられました。現在は YouTuber のクーニン率いる軟式野球チームクーニンズに所属し、元気な姿を見せています。考え方の柔軟性に欠けている。ドラフト1位として入団しながらも結果を残すことができなかった選手は、故障やプレッシャーがその後の野球人生を大きく狂わせていたことが分かりました。ドラフト1位の選手にはチャンスを与えられますが、今年のドラ1はどうだという期待の目で周囲から見られます。まだ実力の伴っていない選手は実力以上の力を発揮しようと無理をして故障し、人気球団に入った選手はマスコミやファンからのプレッシャーに押しつぶされて実力が発揮できなくなるようです。近鉄や横浜で活躍した中根仁はプロ野球の世界で活躍できる選手について、プロの壁を突破できずレギュラーをつかめない選手の多くが考え方の柔軟性に欠けていると思いますと話しています。真面目すぎる性格が災いしてさまざまな指導者の意見を受け入れた結果、投球フォームを崩した足立や栗田がこの典型例ではないでしょうか。指導者の意見を聞いた上で役に立つ情報だけを咀嚼する柔軟性を持つことがプロ野球の世界で活躍する秘訣なのかもしれません。2022年からは出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化するために現役ドラフトがスタートします。一人でも多くの選手が長く野球界に身を置けるような制度になることを願っています。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。